はい、皆さんこんにちは。はい、上戸子と申します。今回困難を抱えた学生と向き合うにはということでですね、皆さんのお手元にアンケートを配らせていただいてます。これは今回のセミナーとはまた別に私が用意させていただいたアンケートなんですけれども、この中の項目にもあるんですけれども、皆さん今までの経験の中でそういった所属、自分自身ではなくてですね、所属メンバーであったりとかですね、研究室内で、他のメンバーが、メンタルヘルスに関連することに、よってこちら側がいろいろ考慮しないといけない、配慮しないといけないというような経験にがある方っていらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいますね。はい、今までそういうこと全くないっていう方はいらっしゃいますか？はいはいはい、わかりました。ですね、そういった内容についてまた後ほど、このアンケートで、の説明もさせていただきますので、今回、短い間ですけれどもどうぞよろしくお願いします。ですね、いろいろあると思います。まあ、頑張らないと就労が通らないということを、まあ、丁寧に説得するとかですね、面接の回数を増やすとかですね、本人が取り組みやすいように課題を工夫する、普段書いてるノートをチェックするとかですね、普段の様子を本人と親しい教官に尋ねる、まあ、こういったことを考えられると思いますね。で、まあ、こういったことっていうのは全て正解だと思います。こういったことはしていただいたらいいと思います。ただ、これだけやっとちょっと何かおかしいなと思われた方、そういった方の場合はぜひちょっと相談してください。私がいるのがこの保健診療所というのがありますので、場所がですね、本部キャンパスマップがあるんですけれども、ちょうどここですね、カンフォーラのちょうど隣になります。ここで、普段ですね外来をしております。保健診療所神経科ということで、2名の常勤の精神科医が担当しています。で、週に4日間、で診察は310円から210円ですね。で、処方や検査は実費で可能となっています。で、処方についても大学病院の薬剤部と連携して比較的大学の保健管理センターとか保健診療所の中では薬物療法ができるような環境にあります。で、こういった形で京大病院やクリニックに紹介があったりですね、あとそれ以外の、学内の機関との連携を行いながら治療を行うことが可能です。ただ言いますとそうなんですけれども、健康診断期間中は約1ヶ月ずつ、休診させていただいてます。そういうちょっとネックがあるんですけれども、もし、そういうちょっと困ったとかちょっと引っかかるなという事例があった場合には、こちら電話番号も書いてありますので、連絡をいただければというふうに思います。それ以外にですね、京都大学の中のリソースとしてはこういった、学生総合支援センターですね、これはもう総合的な支援、ご存知だと思いますけれども、カウンセリングルームであったり、障害学生支援ルーム、それからキャリアサポートルームなどがあります。で、今回のこのリソースの、データも、学生総合支援センターのホームページの方から、いただいています。あとは留学生に関連してはですね、国際交流センター、それからこれ急遽入れたんですけども、今日の出席されている名簿を見せていただいたところ、結構医学部の先生方がいらっしゃいましたので、医学教育推進センターでもメンタルサポートを一部されているということです。それ以外にも各学部各学科に相談室が最近どんどん設けられています。中には臨床心理士が配置されていたり、医師、精神科医師が配置されている部門もあります。詳細につきまして手元のハンドアウトからウェブサイトの方に行っていただいて確認していただければと思います。はい、で、先ほどの皆さんが心の中で方針を決めた方の経過なんですけれども、結果ですね、身近な教員から話を聞きました。そうすると最近はいつも来ていた食堂、近くの食堂ですね、食堂とか定食屋さんにいつも来てたんですけども、最近あんまり来てないと。で、どうやら毎日同じような服を着ていて、髪も洗ってない、お風呂入ってんのかな、ちょっとわからないような様子になっているということです。で、まあ話をすると突然不機嫌になったり、唐突に思わせぶりに笑う、なんかちょっと妙な笑い方をするんですね。で、ちょっと会話がうまくできない感じになってくると。で、ノートはですね、授業と関係ないことが書いてあるんですね。一生懸命ノート取ってると思ったら、実は、ちょっと違う数式や図形など理解不能な内容がいっぱい書いてある、ぎっしり書いてある。で、まあ
よくよく聞くと画期的な理論を教えてくれる放送を毎晩聞いていると。放送は機会がなくても直接聞こえると語ると。で、まあ要はそうですね、ちょっとこれは尋常じゃないと思った、指導教官の方がですね、学部の相談室に連絡、先ほどありました直接健康科学センターではなくて、各学部のですね相談室の、まあ、臨床心理士の先生に、相談をしたと。で、指導教官からは、まあ、ちょっと最近休みがちだし、まあ少し大丈夫やと思うけれども、だいぶ疲れてもいるようやから、ちょっと相談しに行ってきてくださいと、まあ上手にですね心理面接に促していただきます。で、こういった方案外すんなりと言っていただけるか、全くいかないか、どっちかです。で、心理士による面接の結果、これは医学的な診察が必要だと、まあ、何とも言えないけれども、これは一度医者に見せた方がいいだろうということで、相談室から保健診療所に連絡があります。で、連絡を受けた教官が、まあ、本人に診療所を受診するように伝える。この時もですね、君ちょっとおかしいから診療所に行きなさいというわけには行きませんね。そうやって言われてもなかなか、やはり最近ちょっと眠れてないのと違うかとかですね、ちょっとあんまりご飯食べてないんちゃうかと、なんか食事が食べられて、だいぶ最近が食堂にも来てないみたいだし、どうやら痩せてるようにも見えると、なんかちょっと体の具合も悪いかもしれないから、ちょっと来たら行ってみたらどうやというふうに勧めていただいたらいいと思います。前もってですね、そういった方が来られる場合には前もって連絡いただくと。そうすると、ケースによっては神経科の方に回していただくというようなケースがあります。で、結果、保健診療所での診察の結果、数ヶ月前から対話性の幻聴と幻聴から出たアイデアを教官に盗まれるという妄想が明らかになります。本人に、まあこれは医学的に休養が必要でしょうと、まあやる気もわかるし、まあまだまだできるかもしれないけれども、あなたの能力の問題じゃなくて、やっぱりちょっとこれはだいぶ疲れてると、医学的に休養が必要というふうにね、私が伝えます。で、まあそれとやっぱりこういう場合はご家族にも連絡をさせてもらうことになりますけれども、いいですかと同意を取って、ご家族に連絡して、こういう状況になっているというふうにお話をします。で、まあその場で治療してくださいというケースもあるんですけれども、やはり一番いいのは地元に帰って、落ち着いた環境で治療に専念していただくというストーリーになると思います。で、ご本人の状態は後々、通院先の、医療機関でしばらく入院をしたという傾向ですね。通院の後ちょっと状態が悪くなって入院をして、で、結果的にまあ1年後ですね、どうやら彼は統合失調症だったらしいというふうな連絡があります。まあ、統合失調症っていうのがですね、皆さんあまり馴染みがない、あるいは、まあ、よく知っておられる方は知っておられるかもしれないんですけど、まあ、有病率大体 1% と考えていただいたらいいと思います。いろいろ報告にもよるんですけれども、100人に1人です。で、大体喘息と同じぐらいっていうふうに言われてますね。で、まあ、早期の治療で5割ぐらいが寛解するというふうにも言われています。非常にこう、ミゼラブルな、予後というイメージがあるかもしれないんですけれども、最近は早期治療によって、寛解状態に寛解状態に至ることが言われています。で、重要なのがやはり薬物療法、早期の薬物療法で、あるいは休養入院による安静治療が大事と言います。でですね、重要なのが、まあ、その統合失調症って診断がついたっていうのが、まあ、そのすぐについたわけではなくてですね、いろいろな医療関係者、まあ、ある程度そうであろうという検討のもとに詳細に、状態を追ってですね、まあ、1ヶ月半年1年経った時点で、まあ、これはもう統合失調症だろうと確定するという段取りを踏んでいます。なので、今回ハンドアウトの方にもいろいろ病名について、書いたものをお渡ししていますけれども、まあ、これはあくまでも目安としてですね、これを当てはめてですね、うちの学生はこの病気だというふうにあまり早合点しないようにしてください。これは、もしそういった診断のもとに、対応してくださいということがあった場合に参考として使っていただければと思います。はい。ということで、病状の詳細については今回ですね、ハンドアウトとちょっと内容が
スライドとか違っております。事例を入れたりとかですね、そういった関係もありまして、ちょっと内容が異なっていることをご容赦のほどお願いします。で、時間も限られていますので、支援モデルということで考えさせていただきます。事例の発生、情報の収集および整理、情報の共有、具体的支援という流れで考えておりますが、その中に一番、通底するというかですね、基本となる部分に人権の配慮というのが常に、あります。どういった連携を取るにしろ、どういった対応をするにしろ、人権の配慮というのを必ず念頭から話す、念頭に置いた対応をするようにして心がけてください。で、事例の発生を、予防的観点、それから発生のキャッチというふうに捉えますと、予防というのは本人の、が主体となった対応となると思います。で、疾病や障害の知識を持つ、それからセルフモニタリングですね、客観的に例えばすごく疲れてるんじゃないか、すごく落ち込んでるんじゃないか、すごくストレスがあるんじゃないかということを、把握できる能力、それからストレスコーピングですね、どういったストレスがあるときにどのように対処するか、趣味を持っているとかですね、一人きりになれるところがある、あるいは、友達と話すとそれですごくスッキリするとか、そういったものでもいいと思います。あと、特定のヨガであったり気功であったりとか、いろいろなストレスの発散の方法ですねを持つということが、それから対人社会セーフティーネットですね、ソーシャルなセーフティーネット、対人関係っていうのがやはり単純にその普段の生活だけではなくて、万が一その病状が悪化した場合などの早期発見につながることがあります。やはり普段の状態を友達が見ていたりとかですね、家族が見ていたりしてややおかしい、そういった時にしっかりと本人が、本人に指示をして、例えば受診をさせるとかですね、それから休養をさせるとか、そういったことができるようなセーフティーネットを自ら持っておくということは大事だと思います。そして周囲からの発生のキャッチですね、特に指導教官、教官の皆さんからすると、出席率、成績の低下、それから孤立するようになった、それから身だしなみの変化ですね、最近すごくそれまできっちりしてた人がすごくだらしなくなったっていうのは、単純になんかその人の怠け癖が出たっていうだけじゃないかもしれません。そして今回チェックリストなどを活用していただくということが、便利かと思います。ということで、ハンドアウトの方にも書かせていただきましたけれども、見守りのポイントと、精神的な不調のサインということで、これは実はその私の折り図にあるなので、その根拠っていうのがもう一つは明確ではないのかもしれないですけれども、一応その著作権的には問題ないと思います。こういったさまざまな、精神的な不調のサイン、特にですね、欠席しがちとかですね、効率、あとくよくよ並んでるとかっていうのは分かりやすいと思うんですけれども、例えば秘密の約束を求めるですね、なんか先生に話をするときに、ちょっとこれは言ってほしくないんやけれどもっていうような話をされる場合ですね、これはすなわちこの時に、何かの病気を発症しているということはないかもしれないんですけれども、ある特定の、患者さんたちの場合、非常にこう秘密の約束を求めてきたときにですね、それが非常にシビアなものであった場合に、それをやはりある程度予想しておかないと、うかつにこう約束をしてしまうと、その後の、連携であったりとか対応が困難になる場合があります。なのでこの方、その秘密の内容っていうこと、約束っていうのが本当にそういった本人の、プライバシーの重要なところであったり、その病気であったりとかですね、生活とかですね、そういったものに関わらないのであれば、それもちろん学術的な秘密とかそういったものは大事だと思うんですけれども、ちょっと一呼吸を置いてですね、それはちょっと話を聞いてからじゃないとわからないと、場合によってあなたの、健康に影響があったりですね、それから周りの人に影響があるような大きなことがある場合には、やはりそれは秘密といっても約束を守ることはできないので、その中で話をしてくださいというふうな話、言い方をしないといけないことがあると思います。それ以外にもいろいろこういった、ですね、酒やタバコが増えているとか、浪費が増えているとかですね、確認が異常に増えているとか、こういったものっていうのはもちろん通常の範囲内でもあると思います。ただ、何かこういったものがいろいろ重なってきているような場合には少し注意をしておいた方がいいと思います。はい、ということで情報と収集と対応なんですけれども、先ほど、の事例でも、情報の収集という形で身近な教官からお話を聞いてもらったというような結果がありました。で、やはりそのプライバシーには配慮しないといけない
のは重要な点だと思います。なのでやたらめったら関連する学生、他の学生に聞くっていうことではなくてですね、非常にまあ教員の中である程度、重要なことだとして対応の方針を決めてですね、慎重に話を聞く、周囲の状態っていうのを、まあ、本人のプライバシーを侵害しないような形で聞いていく。それから、場合によって本人が来ない場合ですね、メールで連絡するとか電話での連絡っていうのをとりあえず試みるっていうことはしてもいいと思います。あるいはその保護者へ連絡するかどうかっていうのも判断っていうのも、まあ、ちょっといろいろ総合的に判断する必要があると思います。場合によっては家族とご本人の関係がすごく悪い場合であったりとかですね、ご家族自体が非常に過敏に反応する、そういうような可能性もあります。そういったケースも含めてちょっと一人で決めるんではなくて、連携して決めていく必要があると思います。そして、まあ、面接では傾聴という言葉があるんですけれども、まあ、先ほどの妄想的な発言であってもですね、やはり妄想的であればあるほどですね、まあ、無限に否定しない、まあ、本人は何感じてるんやろと、これ一体なんでそんなふうに思うんやろということに集中しながら、本人がどんな感覚を覚えているのかなということを意識しながら一生懸命探るというかですね、聞くという態度ですね。やはりちょっと怖いことを言われるともうパッとこう拒絶反応が出て、もうそれ以上話をするなという対応になってしまいます。それはもう話をするなというのではなかったとしても、無意識にその場を離れたりですね、何かこう、違う話に切り替えようとしたりとかですね、そういうようなこともあり得ると思います。そうではなくて、やっぱりこの話はすごく重要な話だと、一見子供向けに思えるけども、これは今後彼女の、まあ、人生にかかる大きな情報かもしれないという思いを持って一生懸命聞いてあげるようにしてください。で、まあ、話しやすい環境ですね、あまり騒がしいところであったりとか、プライバシーが保ってない、本人が不安になるような場所では話をしないということですね。ただ、まあ、場合によってはその1対1での面会が逆に、良くない場合もあります。そういった場合には本人が、比較的信頼できる人と交えて、3者で面談をするということも有効かもしれません。で、まあ、共有機関としてはですね、指導教科、それから研究室、場合によってその事例の大きさにもよるんですけれども、学部研究科の、まあ、トップレベルまで話をしないといけないケースもあります。まあ、それから学務部ですね、そういった本人を取り巻く環境はその事例の大きさにもよるんですけれども、プライバシーとの兼ね合いを考えながら、共有範囲を広げていくことが必要だと思います。でもちろんその具体的な介入であったり対応のためには、保健診療所やカウンセリングルーム、各学部の心理相談室であったり、障害学生支援ルーム、国際交流センターなどに相談することで、まあ、それ以降の方針も立てやすくなると思います。で、共有方法で、まあ、重要なのはですね、まあ、例えばメールでの共有ですね。やっぱりご存知だと思いますけど、やっぱりメールっていうのがやっぱり そのまま名前を書いた状態でメールを回してしまうっていうと、万が一ね、それが誤配信になってしまったりですね、最悪というか、まあ、場合によってそれを傍受されるとかですね、そういうことないですけれども、そういった可能性もあるので、やはり何らかの形で、プライバシーには配慮する、まあ、最低限、イニシャルにするとかですね、パスワードをかけたもので、ワード書類に保存するとかですね、もちろんそれだけで十分ではないんですけれども、まあ、できれば口頭でですね、実際に会って話をするとかですね、そういった配慮をする必要があると思います。で、共有した情報ですね、それをまあ言いっぱなしにしておくんではなくて、まあ、どういう話があったかと、どういう方針をみんなで立てたか、そういうものについてはしっかり記録して管理するということが重要と思います。で、具体的な対応になるんですけれども、これはもう本当にケースバイケースになるんですけれども、環境調整、学業上の配慮、日常生活上の支援、医療機関との連携というものが大事になると思います。で、まあ、学業上の配慮としてはですね、ケースによってはやっぱり、早退や欠席を認めるとかですね、レポートで提出してもいいことにするとかですね、まあ、例えばそうですね、パニック障害があるような方ですね、もうやっぱりどうしても授業にずっといるとしんどくなる、ただまあ一瞬外に出てクールダウンするとまた戻ってこれる、そういった方の、を厳密にですね、閉じ込めておくっていうのはやはり良くないと思います。そういった、ケースについてはちょっと休んできてもいいよというようなことを認めてあげる、あるいは、強迫性障害でどうしても出てこれないような方ですね、そういった方には、レポートでもいいよっていうふうにしてあげるとか、そういった対応をしてあげるっていうことも一つだと思います。そして、まあ、日常生活上の支援というのは本来教育の
ラインからするとですね、なかなか難しいんですけれども、一つの方法としては支援機関ですね、保健所であったり、あとは各自治体の支援センター、特に発達障害であったりとか、そういった障害を持っている方については支援センターへの紹介などもあると思います。はい、ということで、時間が短いので非常に駆け足になってしまいましたけれども、重要な点として精神的不調のサインも見逃さないですね、プライバシーに配慮しつつ関係者間で情報を共有整理すると、相談を通じて学内機関を有効に活用すると、それからですね、教員自らの精神的健康への配慮ですねを忘れない。これは説明させていただかなかったんですけれども、一つですね、2004年にですね479名の、研修指定関係の、病院のですね指導医を対象とした、調査がありまして、特殊な状況なんですけれども、その場合2割以上にその指導医の2割以上に抑うつの傾向があったというふうに言われています。現時点でその高等教育機関の教員のメンタルヘルスということは案外研究されていないですね、調査されていない、高校までですね、小中高という部分ではいろいろ教員のメンタルヘルスというのは調査されているんですけれども、まだどういう状況になっているかというのは分からないということ、そういったこともあってですね、今回、アンケートを作らせていただきました。でこのアンケートというのは、メンタルヘルス対策についての、先生方の意識調査というところがあります。どういうふうに知っておられる、どんなふうに感じておられるかと。で、最終的にはこのメンタルヘルス対策の教育の方法ですね、どうやったら先生が、先生方が、そんなに難なくそういうメンタルヘルス教育とかそういうことを知っていただけるかということを、明らかにすることを目的としております。提出は任意となっておりますので、もしよろしければというか、できればよろしくお願いします。それじゃあどうもありがとうございました。